今日はですね、ポッドキャストの公開収録ということで、アップルが提供しているラジオ番組で、ポッドキャストという番組なんですけど、まあ、こちら10分番組で今、収録してまして、聞いてる人だと5万人で、人気番組だと20万人以上が聞いておりまして、ユーザー数でいくと1000万人ぐらいの人が聞いてると。まあ、その中で配信して3日以内で教育ハウツーボードで日本でランキング1位取って、世界でランキング2位まで行った、発達障害の潜在能力を引き出す方法ということで、ベストセラー著者森山義明の、お悩み相談室ということで、今日は公開収録をしていきたいと思います。改めまして森山義明と申します。吉野 IT クラブ代表しておりまして、おもるラジオ大阪スタジオのプロデューサーをさせていただいています。おもるラジオの会長からですね、おもるラジオの未来を託したいと言われまして、現在進めております。で、所属コミュニティとしては超リファラル会議で運営をさせていただきつつ、他、76件の趣味系のコミュニティの運営をさせていただいております。で、まあ、インターネットラジオって何っていうことなんですけども、まあ、まず本丸ラジオとはということで、まあ、総アクセス数2500万アクセスございまして、年間で638万アクセス、リスナー数が151万人も、いると。国内最大級のインターネットラジオですね。ラジコの方もユーザー数1000万なんで、ポッドキャストラジコ出しても本場ラジオの方が、人がいっぱい聞いてると。で、実はそこでメインパーソナリティとしてデビューさせていただいたんですけども、まあ、こちらは30分番組なんですけど、本場ラジライブという番組で、総アクセス2500万アクセスございまして、まあ、こちらで、まあ、日本一累計納税額達成の斉藤ひとりさんの弟子、宮本真由美さんを、が、パーソナリティされてて、その中で初回の放送で500番組ある中でトップ10に入ってですね、2ヶ月以内で美容と健康部門で、1位にランクインして、斉藤ひとりさんの弟子を、抑えて、こうやってですね、ランキングインさせていただいたと。まあ、しかもまあ初回の放送でもちゃんとトップ10も、入ることができてですね、まあ今も、ラジオ番組は、1年ほど続けておるんですけども、で、まあ自分の番組を持つとですね、第42代トヨタ平和フェザー級チャンピオンの大沢博重選手に会えたりとか、ゲスト戦を口実に会いたい人に会えたりとか。で、まあ、本間ラジオがきっかけで、ビジネスパートナーになった方もおり、新たな出会いを作れていると。このまあ30分の、ラジオ番組なんですけれども、まあ、ここで、第42代トヨタ平和フェザー級チャンピオンの大沢博重選手が、出ていただいたこともあると。で、まあ、そこで日本チャンピオンと世界チャンピオンの違いはという話になってですね、なかなか、面白く、だったんですけど、まあ、世界チャンピオンっていうのは、まあ、これは誰にも負けないっていう武器を持っていると。それがワンツーのジャブとか、右ストレートとか左ストレートとか、これは誰にも負けない武器を持っているっていうのが、まあ、大きな違いだと。だから、まあ、日本チャンピオンで止まっている方は、そういう武器がないんだという話を聞かせていただいて、ああ、面白いなと思って聞いてたんですけど、声優事務所の声優さんで、チャラオさんという方がおられるんですけども、まあ、声優さんでこう出られているんですけども、ゲスト戦いただいたんですが、結構モデル並みに、可愛かったんですけれども、で、まあ、この寺尾さんも、ゲストで出ていただいたと。で、まあ、ラジオメディアの魅力ということで、まあ、ながらで聞けるということですね。で、まあ、配信をすると仲間が出てきて、売り上げも上がる。で、まあ、YouTuber から本間ラジオのパーソナリティになった方で、掲載前は YouTube のチャンネル登録者が3万で、1つの動画の再生で100万回ぐらいだったんですけども、パーソナリティになられたらですね、なんとですね、掲載後1週間以内で YouTube チャンネルの登録者数が4万7000人になって、1つの動画の再生数が107万回まで増加したということで、まあ、非常に、すごい結果を叩き出したんですけども、パーソナリティっていうのはすごいなっていうのが、まあ、一つ感じたことで。まあ、それでちょっと、多くの方にラジオの魅力を知っていただけたらと思って、現在、メタバース上で公開収録をさせていただいております。そして今日はですね、本日のゲストとして、占い師の、ともじんさんに、お越しいただいております。で、早速ですね、もう公開収録の方に、移っていきたいんですけれども、じゃあ、ここから早速、ポッドキャストの収録を始めていただきます。こんにちは、森山です。今日はゲストで、相談件数50万件以上の有名電話占いサイトの人気占い師の坂田さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。占い師カウンセラーの坂田です。最近はともちん名義で活動しています。私が占い師として活動している理由は、一人でも多くの人が自らの運命に抗い、戦い、覚悟を決める勇気をつける手伝いをしたい。その一心で活動しています。それは幼少期、反抗期のなかったと言われていた子供時代、自分の言いたいこともやりたいことも言えずに、ただ周りの顔色ばかりを伺っていました。大人になり、社会人になってもその癖が抜けず、大事な時に覚悟を決められず、大切なものを失った。夜の街を魂が張り裂ける思いで走り出し、声にならない叫びも上げて、心の中で何かが崩れる。そんな思いをしたこともありました。あの時もっと強く言えていたら、できることすべて試していたら、抗っていたなら、少なくともしてこなかった後悔はなかったはず。
だからこそ、今何かに悩み、迷っている人に、抗うこと、戦うこと、覚悟を決める勇気を持つこと、そのための活動をしています。あなたの力にいつでもなります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日も質問が届いております。仕事が手につかず、毎日毎日怒られてうんざりしています。診断はされてないのですが、セルフチェックしてみると、発達障害の疑いに当てはまる項目ばかりで、今の仕事は介護の仕事だったのですが、発達障害には向いてないのでしょうか。むしろ私にできること、向いてることって何なのでしょうか。どうか助けてください。30代女性会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか。はい。じゃあ、それでは、占いの方をしていって、どういう状況なのか、じゃあ見ていきたいと思います。じゃあ、出てきたカードの方と、数比の方を使って、お話の方をしていきたいと思うんですけれど、まず、この方の、今の現状に出ているカードの方から、現状に出ているのが月の逆位置。ちょっと不安は晴れてきてはいるのかなっていうふうに見えてはきてる状況には、状況なんですよね。で、深層心理、気持ちの方も、愚者のカード、思い切って次のステップ、ちょっと自分の中でも吹っ切れた部分がそろそろ出てきたのかなっていうふうには見えています。じゃあ、なんでかなっていうふうに、過去の方を見てみると、節制逆位置、やっぱり停滞していたって、自分が一生懸命頑張っていたけれど、全然何もうまく進まなかった。原因は何だったのか。ここに出ているカードがやっぱりちょっと重要で、女帝のカード。女帝って本来は妻、母親、綺麗な女性、努力や恋が実るっていうようないい意味が多いカードではあるんですが、今回の場合だと、この女帝、母親もしくは、他のものの影響で、今の今まで全然できていなかったっていうようなところだったのかなっていうふうに見えています。で、未来の方の方を見てみると、女教皇のカード。もう少し勉強してって、落ち着いてやっていってるのかなっていうふうに見えてはいるんですが、じゃあ、それに付随して、数比の方ですね。この方の数比、事前に、見せていただいた、プロフィールの方から、出した数字っていうのが、ライフパス、運命数ですね。運命数7番。7っていう数字は基本的には自分に いろんな知識を蓄えていく。探求心が豊富でって自分の知りたいことをどんどん蓄えていって、で、その知識をもとに仕事をしていくっていうのがもともと向いている人。っていうことを考えると、介護っていうよりも、もう少し自分一人でできるような仕事っていうのが本来的には向いているのかなっていうところではあります。このままもちろんこの仕事を続けていくこと自体も問題はないかなっていうふうにも見えてはいるのですが、じゃあ、付随して、この仕事そのまま続けれるか、それとも他の仕事を探した方がいいのかっていうところだけ、じゃあ、見てみますと、今すぐ辞めるっていうのは正直おすすめしないかなっていうところなんですよね。今の現状下は本当に、大変だったっていうような形で出てはいるんですが、このまま続けるを選んだ場合、ちょっとの先は強行のカード。やっぱり周りの人からいろいろ守ってもらって頑張れてるっていう部分が見えています。もう少しの間、こちらの方で頑張りつつって、その後に、今すぐ辞めるっていうような選択を選ぶと、やっぱりちょっと必要以上の苦労っていうのが絶えないので、将来的には辞める。ただ、今から3ヶ月ぐらいは自分の本当にやりたいことを探していって、その上で探しながら仕事をしているっていうのが一番いいのかなっていう形で、カードの方では見えていました。自分のやりたいこと、それを本当に、見つけるっていうのはなかなか難しかったりとかもするんですけれど、自分が子供の頃から好きだったこと、そういうものに、大きなヒントが隠れていること、本当に多いです。まずはこの辺から見てみるといいと思います。森山さん、いかがでしたでしょうか？はい、ありがとうございます。結構ね、こういうことは、悩んじゃうんで、この相談自体もやっぱり結構、お気持ちはわかるんですけど、なかなかね、自分で判断できない時とかは、やっぱり結構、コンパスとかの、を使う感じで、ともちんさんの、占いとかもですね、ぜひちょっと参考にしていただければと思います。はい。
それではですね、本日は仕事が手につかず、毎日毎日怒られてうんざりしています。診断はされてないのですが、セルフチェックしてみると、発達障害のお互いに当てはまる項目ばかりで、今の仕事は介護の仕事だったのですが、発達障害には向いてないのでしょうか。むしろ私にできることは向いてることって何なのでしょうか。どうか助けてくださいという質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございます。あ、で、あれですね、ちょっと先になんか、ここが説明が中途半端で。で、今日の、公開収録を聞いてですね、ちょっと、ともちんさんに見てほしいなという方はですね、ともちん占いサロンというのをやっておりますんで、コミュニティで今立ち上げてますんで、ぜひですね、こちら QR コードをご読みいただいて、今、プチ鑑定ということで、ワンコインのサービスを出品しておりますんで、興味があれば、ぜひちょっとこちらお読みいただいて、お申し込みいただければと思います。あと、参加者さんの質問にお答えしますのコーナーなんですけど、なんか質問とかありますかね？コメントがなければもうそのまま次行きますけども。はい、ここですね、ゲスト出演ができるチャンスということで、過去に、おもれラジオに出演したことがなくて、ネットワークビジネスとか、誹謗中傷以外なら内容は何でも OK なんですけど、まあ、今日の収録を聞いてですね、一回ラジオに出てみたいなと思った方は、ぜひですね、ご連絡いただければなと。こちら、僕の LINE 公式アカウントなんで、QR コードでお読みいただいて、直接メッセージいただければ、そこから、ご連絡させていただければと思います。はい。ということで、ポッドキャストの公開収録、何か他にあれば、またお答えしますけれども、特になさそうですかね。はい。ということで、特になさそうなんで、この辺で、今日のところは、ともちんさん、お開きといたしましょうか。